株式会社の平田です。なんといっても今足りてないのがエンジニアなんですけれども、あのユニティの、まあ、プログラマーさん、それからランプ系エンジニア、これは、まあ前よりほどじゃないですけども、やっぱりでも足りてないですね。で、ランプ系のエンジニアさんは、あの今のところ普通にゲームをやっている会社さんから転職っていうのを、あの望んだとしても基本的にそんなに望みが高くはないので、あの私の方でお勧めしているのは新卒雇って育てるはまあ大変なんですけども、 IT 系の全然関係ないところにいてゲームもちょっと興味があるんですみたいな方を、募集するのが一番いいんじゃないかなというふうに思っています。で、その場合に、何でしょう、エンジニアさんっていうのは、まあ、どちらかっていうと集中できる環境とかを気にされるので、環境のアピールが一番大切です。ご参考にしてみてください。